こんばんは、愛の論蔵。1926年大正15年生まれの90歳。なんかね、カメラ好きのおじいちゃんにやらせたい。ほがらかな村にね、訪れるゲームがあるっつんでね、孫がね、ちょっとやってみようかなと思うんだけど、これ大丈夫かな。これ90歳なんだけど、わかるかなこれ。多分ね、ここら辺は孫がね、粋な計らいでなんか字幕をいい感じにつけてくれるんじゃないかなと思うよ。あなたはブレイクランガーマンになってアリゾナの砂漠に行くんですね。楽しそうですね。Here, let me try a version that can serve as an intro for the whole piece. Tell me when we're good. Okay, we're good. 2 weeks ago, a young woman was found wandering, barefoot, pregnant and alone, on a barren stretch of highway 100 miles from the nearest... Oh! The fuck? Did you see that? We lost the engine! Fuck! Fuck! Oh, Jesus Christ! I'm not, Julian! I've got you! Going down. Oh, God! ここはね、どこですかね、これは。これはあの、私のね、あの滋賀県の実家のね、これ裏山ですね、これ。それで、RB でこの盗撮用に買ったね、このカメラを使ってですね、先に進んでいくんですね。月が綺麗ですね。ね、お家、これは、これあの、シゲルさんのお家ですね、これ。しげるさんいませんね、これ。先へ進んでいきましょうね。暗いな、おい、これ。これは、ね、あの右スティックのこう押し込みで暗視モードになるんですね。これあの、4万円ぐらいで買ったカメラなんですけどね、これ。ほいで。暗いんだよ、これ。暗いんだよ、これ。前にこう行くとゆっくり開けますとね。で Y ボタンでバッテリーを変えましょうとね。予備バッテリーいっぱいありますね、ここに。予備バッテリーはいっぱい欲しいね、これ。これは、ね、田の中さんですね、これ。死んでますね。バッテリー取って、へそくりないか、これ、へそくり。ないですね。ロック開けて、開けませんと。まあいいよ。奥さんが多分なんかトイレかなんかにいるんでしょうね。それでね、こっち行くん。何ですかね、あれ。ショベル。子供の頃になんか遊んだような人形とかね、ショベルにこう。これは三輪車。Jesus, Lynn, no. なんだい。それと家畜の、あ、これカラスか。鶏じゃないね。カラスだね。それとね、これはね、
伊藤さんが流れはちっとよく見えなかったですけど、それでこっちは入れません。どうする、わしの血とちゃ、これわからんぞ、これマジで、これ牛ですね、これ多分あのね、田中のじいさんがなんか狂って牛を殺したんでしょうな。ほいでね、どうすんのこれ、ボタンでこれ隠れて、これはい、ほんで次、あれ私はね、実はもう体験版っていうのはね、そんなに好きじゃないんですね。なんかケンタッキーがこう新作のチキンをね作ったから、開けてちょっとだけなんか衣を先にお前にかじらせてやるみたいなね、全部食わせろっていうね、そういう感じなんですけども、これはそのケンタッキーのあのカーネル・サンダースさんですね。それでね、バッテリーがもうない、これ粗悪品ですね、これあの中華製の出てこのあの RT、 この LT がね、このなんていうの、あのなんだっけ、あの日本昔話のあのエンディングの子供の動きみたいな、これリーン動作って言うんですね、これ。ほいでちょっとあのおじいちゃんの声もね、クオリティがだんだんずっとやってると下がってくるんでね、これ、バッテリーを取って、ちょっとチャイナ製のバッテリーを取って、で先に行くんですね。これは何ですかね、ポラロイド、これ懐かしいで、これあのベビタンのこの満面の笑みですね、これニコっていうね、これ全然この世界になんかふさわしくない、これなんですかね、スタッフの赤ちゃんですね、これ。いいね、先んウィンドウ、はい、おっ、びっくりした、ちょっとびっくりした、今の素でびっくりした。ね、A ボタンで、はい、OK。ほいで、どこ行くんだ、これ、ばあさん、どこ、これ、ばあさん。わしのばあさん、これ、どこ行った、これ。こっちも扉、これ。開きません、はい。あとはね、何にもないね、これ。謎の災難ですね、これ。あとはね、トウモロコシ、モロコシちゃんですね。みんなこう、ポップコーンでも作るんですかね、これ。そう言ってね、こっちじゃないかな、これ。ゆっくり開けて、はい。さっきのあのじいさんはどこに行ったんじゃ、じいちゃん。これを、かがんでくぐってそっちに行く。録画時間も7分ですね、これ。私もね、あの 4K カメラを 4K カメラを持ってね、ここに訪れたいですね、本当に。撮影にね、あれは何台、何台あれは。お墓かな、サタナス・イリミカルデイ、サタナス・イリミカルデイ、大事なことなんで言い換えました。そしてこの先ですね、この小屋の地下には、これは何があるんだい、ばあさん、もうバッテリーがない、リロで。そんで、なんだいここは、なんだいこれは、気持ち悪い景色。おお、びっくりした、メール来た、びっくりした今のマジで。まったくもうバイブふざけんじゃないよ、まったくもう。こっちは子供の死体、子供のひどいこと、なんとひどいロリコンの仕業ですね、これは。確実に小児性愛者のペドフィリアの仕業ですね。そしてどこ行くんだい、
こっちか。私はね、あのぐらいの年の子供にあんまり興味がないんでね、先行きましょうね。そして木馬がある。あ、子供の遊具エリア。何の声だい、これは幻聴かな。安い役をやっちまったんでね、幻聴ですかねこれはね。こっち行けると思いきゃいけないんかいっていうね。そっちはなんだろうな、廃屋ね。めっちゃ声聞こえるんですけど。9分。こん中行くの？いいんですか？なんだいなんだいこれは。ベロベロタイム。なんだいありゃ。ベロの化け物が出てきた。そういうゲームじゃないと思うんですけどねこれ。そっち行けない。このダクトはこれはね、老体には非常にきつい、非常にきつい格好ですよこれは。腰が死んでしまうねこれ。ばあさん、ばあさんどこだい。どっち行く。こっち。ここで日本を頼むよ。日本語で頼ますよ俺は。ここはその日本語教え。お、なんだ今のは、なんだ今のは。よくわからん。もうこのテンションもよくわからん。これいつまで続けるんですかねこれを。ここは入れません。これはわしのなんか認知症のわしが見てる夢なのかこれは。なんでここは。今現在時刻18時じゃない、6時22分ぐらい。そっち行ける。これプロジェクターですねこれ。古いこれ。フロッピーもこれ古いわこれ。時代を感じるわこれ。わしがね子供の頃はこういうのまだなかったですからね。ティッシュ。どっち行く。こっち行けません。行けませんかとなると、そっちはねこの合衆国のこの鬼畜米兵の旗ですね。こっち。うん、引くんか。引きどかい。暗いな、これ暗いすぎるだろこれ。老眼じゃ全く本当に何も見えんこれ。バッテリーね、バッテリーねし、なんか声聞こえるし。どうすっぺこれ。か隠れたって仕方ないわな。カソリックスクール、カソリックとプロテスタント。カソリックはあのより古い方のキリスト教の宗派ですね。ジェシカ、And Lynn. こいつはなんだい。メモ。待って、バッテリーまた粗悪品のバッテリー切れるんだよこれ。なんなんだよ俺。孫にちゃんともういいやつ買ってこいって言っとくか俺。これはね多分あとでなんか孫がいい感じに字幕をつけてくれるんじゃないですかねこれ。よくわかんねえやこれ。シャラッピッチ。そしてなんだっけこれ。まあいいや。ほいでこれはオルゴール。ぐるんぐるん。はい。なんの、なんだい、オルゴールがなんだっつんだよこれ。いけませんこれ。ちょっとバタバタそこで自動開閉機能がついてるロッカーかいこれは。ははじゃないよこれ。どうすんのこれ。
どうしたらいいんですかこれは。よくわからん。なんだよこれは。どういうリアクションを取ったらいいのこれ。視聴者さん的にどういうリアクションを取ったら喜ぶんですかこれ。うわーとか言えばいいの。どうすっぺこれ。どうすっぺなこれ。わしのこれ実家に帰るにはどうしたらいいの。そっち行く。こっちではないの。おお。痛い。もうなんなんなんなのこれ。誰の仕業なの。打ち返してもこれ。巻きません。こっちは巻きません。なんなんだよもう。どこのじいちゃんだ。どこの老人ホームのじいちゃんだよこれ。そっち行くかい。バッテリー、はい、いっぱいあればあるほど嬉しいバッテリー。そして眩しい、非常に眩しい。どこよここ。何なのこれ。機材置き場ですかねこれは。先へ進んでいいんでしょうかね。外は雪が降っとる。これ試される大地かこれは。北海道かこれは。でまたゆっくり引っ張りのからのリローディングしてからの懐かしいもの、あのトリニトロのタイプのモニターですかねこれ。女の子はどうでもいいよこれ。そっち行こうか。眩しいわい。なんだなんだ。よくわからん。おっ、oh、首をつっている女の子がおるよ。おるようにわしには見えるんじゃが。そして謎の下ですね。またそういうゲームじゃねえからこれ。なんだなんだこれは。どうするこれ。どうする。元気がなくなってきたよわしも。ね、どっちかな。こっちか。開きません。開きませんよこれ。あ、じゃあロッカーどうでも。間違えた。ロッカーどうでもいいんだ俺。こっち。そんな可はいけませんね。どうしたらいいんだい。孫に聞くのも尺ですね。こっちか。なんだ。君はのパンパンおじさんでしょ。これはあのバイオハザードの新作という認識でいいでしょうか。こっち来る。死体の解体をしてる。 まずいぞこれは。どっちこっち行くべ。首吊り死体に、そしてトウモロコシ畑追ってもいるし、もこれあのわしトレーラーで見たことあるんですよ。ここどっち行く。よっしゃ。ちょっと息切れすんでね、これ。動悸とめまいが激しいんで、これ、ニンニク卵黄を食わないと、これ。こっちはなんだい、ここはもう。バッテリー。よし。あ、前にいた。まずいぞ。ちょっと、こっち来い。こっち来い。どうする。どっち。逃げ道はないの。危ない危ない。ちょっと待ってね。あー、なんかそれっぽいだった。行きます。おじいちゃん行きます。 OK。 まずいな。逃げようぞ。腰が痛くてもう無理だよ。どっち落ちに帰ると帰らして。オッケー。オッケー。
ぽいよ。どうでしょう。ダメ。はい、というわけでアウトラスト2いかがだったでしょうか。今度は製品版がリリースされましたら、その時はねちゃんと遊んでいこうと思っています。もしかしたらまた別のゲームでおじいちゃんに遊んでもらうかもしれないですね。まああんまり期待しないで待っていてください。よかったらコメント高評価チャンネル登録あとツイートをしてくださると嬉しいです。ではねまた何かしら別の動画でお会いいたしましょう。今回はこの辺で。ご視聴どうもありがとうございました。